フェルディナント・ゲオルク・バルト・ミュラーは、オーストリア帝国のビーダー・マイヤー時代の画家。妻・カタリーナ・バルト・ミュラー1793年1月15日、ウィーンで誕生した。1814年、オペラ歌手のカタリーナ・バイトナーと結婚した。1814年から1815年にかけて、ウィーン会議が開催された。肖像画を得意とするイギリスの宮廷画家。 トーマス・ローレンスがウィーンにやってきたのを契機として、オーストリア貴族にも肖像画の需要が生まれた。そこで、バルトミューラーは肖像画家として活躍したが、その肖像画はドミニク・アングルの作風に似たものであった。バルトミューラーが1827年に描いたベートーベンの肖像画は、ヨーゼフ・カール・シュティーラーの描いた肖像画ほどではないが有名である。1827年。 オーストリア皇帝フランツ一世への肖像画を依頼され、ますます貴族からの依頼を受けるようになった。1834年、妻カタリーナと離婚した。バルトミュラーは、風景画もよく描いたが、彼は工業化されていく都市からの逃避的な意味を、風景画に持たせた初めての画家であった。ABC ジョンストン p 2 1 1ウィキメディア、コモンズには、 フェルディナント・ゲオルク・バルト・ミューラーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。